続いてはブリが入ります。最初これいきますね。食えるかどうか。いけるでしょう。うん。こいつくん。ブリ。うまい。真ん中もあるよ。じゃん。ブリの照り焼きちゃんです。うん。うん。いけるよね。うん。何食ったのこれ。ブリの照り焼き。うめえが。うまいな。白飯。ないんだわ、今日は。うまい。これもらっていい、これ。どうぞ、うん。あ、うめ。うまいな。うん。うまいね。危なかった、今。危ないまま。おっさん骨骨。今危なかった。あ、これは、いいね。うんね。これいいね。うん。ブリテリってね。白いご飯食いたい。うわ、だいぶ溶けた、ね、雪、うん。ほら。あれか、あの時食えるかなと思って食えちゃったね。うん。食えちゃったね。うん。で、これだと安すぎて、こんなもんうまいわけねえよと思ったら、うめえじゃん。うまい。いや、ごちそうさま。いえいえ。あ、これ今取ってなかったか。ええー、あ、取ってなかった。ブリテリなし？け。ねえ。あれ？なんか変わってる。あ、撮ってる撮ってる。どうやって、どうやって行くんだ？どうやって行くんだこれ。どうやって行く？高知のニラを買ってきました。わあ、ニラのいい匂い。ニラを切ったらいい匂いした。ニラうまいですよね。うん。長めにしたのかな。で、いつ山菜の天ぷら食わせてくれるの？そうか。正直言うとまだ予習してないんですよ。だいたい性格から言ってわかるでしょう。いつ壊してくれるの？思想で死んってやつが。いつ壊してくれるの？どうせまだこの先何でも八重すんだから、せかしたらあかんの。いつ壊してくれるの？時を待つのだ。いい。時を、それまでケミさんが天ぷら当番。え？俺、あれが好き。ナスじゃなくて、ズッキーニ？ズッキーニの天ぷら。あれうまいね。あれうまいね。ハマった。あれやりながらさ、日本酒の熱燗やったら最高だよ。うん。わかるわかる。こないだやったけどさ、覚えてる？二軒屋でやったんだけど。覚えてますよ。動画見たら思い出します。うん、やりすぎてね、わからへん。違うでもね、それわかる。俺、あれやったな、あれどこでやったっけって。今そういう風だ。動画見て、あ、こんな、あ、これ食ったか、あ、ほんとだな。わからんくなるよね。うん。だってめちゃくちゃ、やっとるもんでさ。こんだけやりたいかって。
よし、じゃあこいつはこれで OK。 サクロス？これ煙がなくなったら OK？ そうです。わあ、ついちゃった。ああ、燃えちゃった。銃とか決めた。いやいやいや、銃ではいかん。まだ多分足りんと思う。景色ですか。いい。火にかけるときですか。いい。あれ、消えない。一応手を挙げといたけど、はい、どうすんの悟ったら。え、うん、いや悟っとるでしょ。俺なんか話のネタになっとると思われたから。もう悟っとると思うよ。俺絶対恨まれるタイプじゃないですか。そしたら恨まれんって。いつ誘ってくれるかなって。いつ誘うんだ。そしたら間だからもらおうと思う。そういう意味であんた同じだわ。うわっ、ちょっといい絵面じゃん。ねえ。ああ、焼けちゃう焼けちゃう。あっという間に焼けちゃう。ちょっと、こっちのとろ火の方で、とろ火の方でやりたいな。あ、どうしよう。でもやっぱりそこは、その木の枝をナイフでこうやってやって、で、スッと刺す？いやいやいや。
これさ、あの、ぬるくなってもうまいんだよね、この酒。そう。だから冷やでも OK だもん。ね、もう、キンキン冷やしても OK だからね、これ。キンキンかい。キンキンね。もう一回言って。キンキン。これ、もう凍る手前ぐらいのキンキンやね、今の。うん。ね。待て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 。え、本当は、あ、こんなんあったけど、やってみる？何それ？カワハギの骨。こいつをそこで少しだけ炙って、その中に入れるの。骨だけ？骨だけ。ああ、いいね。じゃあ、ちょっと待って、もうちょっとこれ奥に行こうか。ちょっと待って。あとでパキンと割りゃいいからさ。いいよ、この辺でポンってやって。ただ、ちょっと濃いから、うん、あの、入れるのは、もう本当に、一かけぐらいの方がいいかもしれない。ボコボコって入れるよりも、一かけポキンと折って、ポンと入れるぐらいで、それで十分。あんま入れちゃうと、あの、ちょっと魚臭くなっちゃう。あ、ほんと？うん。わあ、もういい、あの、魚に香りがしてきた。してきた？うん。へえ、出ましたわ。今の雑音は何ですか？へえですわ。あ、取っちゃった、今。どうしよう、今の、編集しなあかんかな。死んでいい。下ネタじゃないか。大丈夫。入れときゃいい？入れていい。あともう30分。30分で5時。5時になったら火入れしよう、俺。ランタン火入れ。ブルーモーメントです。鍋にしました。行きましょう。鍋いける？うん。あ、鍋ちょうどいいね。あの、火が通り過ぎないから縮んでないし。うん、多分ね、一番いい子だと思うよ。豆腐うまいわ。あっつー。うん。いいね。うん。めちゃくちゃ温まる。うまい。うまい。マジうまい、うん、どんどんいっちゃう、いっちゃう。いこうか。あざす。うまい。あったまる。すっげえあったまる。あ、野菜だ。よいしょ。はい、引き続きいただきます。あ、山本もいいわ。うん。あー、幸せ。うまい。うん、エロエロしいのになってるね。何がうなっとるの？キューって。多分これ骨だね。骨。お姉ちゃんです、お姉ちゃん。石噛んでんじゃないの？いや、石ここ。じゃあ石噛んでんじゃないの？石は噛んでない。あの、今朝のボルムみたいに。何この音？
いや、スピーカーかじゃないですか。な、ん？ビビったよなぁ、うん。止まるとない。動くとある。めっちゃビビったもん、俺。シャン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 今の何も聞こえない。え？パンダか。よいしょ。撮りたい、これ。よいしょ。次回からしばらく言われるよ。うん、なんで？ちょっと待って。なんか音がするよ。ボルムの音を聞く。パンダ買っとるんだわって言うわ。ここかい。よし、じゃあ私さまだあれでね、多分ここから離れると寒いんだよね。うん、こっち行くとね、うんってなる。うんってなる。これ。うん。肉、肉。はい。はい。うわ。いいわ、この辺で。いい感じ？骨はちょっと硬いんじゃないですか、まだ。その一番太いやつは。もうちょっとカリッカリにしんと。うん、あ、せんべい。うん。うん。うん。じゃあ、これも一緒にもらっていいですか？はい。で、塩、柿。あ、柿、いいか、柿先。柿先に入れて。第2弾？うん、第2弾の。さあ、骨はどうでしょう。ちょ、僕まだ飲んでません。一回飲んでみてください。どんな、うん、で、あと肉。全然違う？一緒に近くで。うん。ね、うん。違う。違う。わかるよ。ちゃんと。うん。あ、違うね。うん。違う。うん、違う。確かに違う。風味が出るね。うん。温まった。おお。一
一応俺の料理はあと手羽元2本手羽元どうします？ん？ぶち込む？もうぶち込んだ。あ、ぶち込んだってことね、うん、まあ食えなきゃ明日の朝。明日の朝やとさ、うん、これ鍋物ってまためっちゃうまくなるじゃん。うまくなるよ。ここにうどんぶっ込む。ありかもしれない。かき出しだし。うん。ちょっと我慢して明日の朝食うのもいいかもしれない。そうね。絶対うまいと思う。うん、カレーでも何でもそうですよね。うん。一晩置くと寝かせると、数段に旨味がアップするもんね。そう。旨味成分が多分出るんだよね。うん。やつの出があと3分の1ぐらいですか。3分の1、うん、そうだ。3分の1、半分ぐらい、まだ。でも半分ぐらいあると、うん、ちょうど明日の朝にはいいよ。うん。まあ、食ってもいいけどね。うん。全然。あ、満足。本当に飯は贅沢にって感じだね。うん、いいよね。いい天気だ。本当にいい天気だ。無風。うん。素晴らしい。本当にすげえ。ああ、食べた。うん。ああ。Yeah, that's right.